ヨゼフ・ネルソン・ローズ、ジョセフ・ネルソン・ローズはアメリカ合衆国の植物学者である。ニューヨーク植物園のナサニエル・ロードブルトンと共著の図鑑サボテンを出版した。インディアナ州のユニオン軍で生まれた。少年時代に父親が南北戦争で戦死した。ウォバッシュカレッジで古植物学で学位を得た後、1889年に生物学の博士号を得た。 アメリカ農務省で働いた後、1896年にスミソニアン博物館の学芸員助手となった。自然史博物館の職員時代にセリカの植物やサボテンを専門とするようになった。何度かメキシコでフィールドワークを行い、採集した植物をスミソニアン博物館やニューヨーク植物園に寄贈した。ナサニエル・ロード・ブリトンと共著で、 多くのサボテンに関する論文を発表した。ローズはスミソニアン博物館から休暇を取り、南米にフィールドワークを行って、4巻の図鑑、サボテンをローズと共著で出版した。図版はイギリス生まれでニューヨーク植物園で働いた才能のある植物画家メアリー・エミリー・イートンが描いた。ローズは植物の学名で命名者を示す場合に、 ジョセフ・ネルソン・ローズを示すのに使われる。ありがとうございます。